眩しい。あれ？あ、そっか。私たち、昨日はお城に泊まったんだっけ。ヨシアとお祭りを回って、帰りにアイスクリームを食べて、夜は父さんと一緒に晩餐会に出て、それで、嘘。ここ、ヨシアと父さんの部屋だ。確か私、シェラ姉と同じ部屋だったはず。どこからが夢なんだろう。ヨシア！あら、エステル。ずいぶん遅いお目覚めね。知らねえ。まったく、昨日はいつまで経っても帰ってこないから心配しちゃったわ。でもその様子だと、ヨシアといろいろ話せたみたい。知らねえ！ヨシアは？え？ヨシアを探してるの！知らねえ！見かけなかった？今朝は見かけてないけど。っていうか、あんた昨日は疲れてそっちの部屋で眠ったんでしょ？起きた時にはいなかったの？え？私が疲れて寝たって、それって誰から聞いたの？先生からだけど。父さんが？それじゃあ、父さんは見かけなかった？先生なら、さっき階段を登って空中庭園に上がっていったけど。あ、ちょっとエステル！どういうこと？逆位置の恋人たち。エステルか。父さん。あのね、大変なの。わかっている。ヨシュアは、行ってしまったようだな。どうして？なんで父さんが知ってるの？昨日、軍医から帰ってきたら、ベッドにお前が寝かされていた。そしてテーブルにはあいつの書き置きが残されていた。それで大体の事情はわかるさ。だったらどうしてこんなところでのんびりしてるの？早くヨシアを探さないと。やめておけ。あ
いつが本気で姿を消したら、たとえ俺でも見つけるのは無理だ。5年前あいつに狙われた時、俺もかなり苦戦させられたからな。私、今までずっとこの質問はしなかったけど、ヨシアって何者なの？見喰らう蛇、そう名乗っている連中がいる。名士と呼ばれる狩猟に導かれ、世界を闇から動かそうとする結社。ヨシアはそこに属していたらしい。見喰らう蛇。正直、遊撃士協会でも実態がつかめていない組織でな。世間への影響を考えて、その存在は半ば伏せられている。だがそれは確実に存在し、何かの目的を遂行しようとしている。今回のクーデターのようにな。それってあのロランス少尉のこと？ああ、間違いあるまい。もっとも関与していたのはその少尉だけではなかったはずだ。ある意味ヨシュアも協力者の一人だったようだからな。ちょっと待って、それってどういう意味？書き置きに書かれていた。ヨシュアはこの5年間遊撃士協会に関するさまざまな情報をその結社に流し続けていたらしい。どうやら自分でそれと知らずに報告する暗示をかけられていたようだ。そんなことって。正直、得体の知れない連中だ。帰りするのはやめておけ。意味がわからないんですけど、それってヨシアを放っておけってこと？ねえ父さん、答えてよ。いずれこんな日が来ることは分かっていた。5年前ヨシュアが俺の養子になることを承諾した時、あいつはあることを俺に誓った。あること？自分という存在がお前や俺たちに迷惑をかけた時、結社という過去が何らかの形で自分に接触してきた時、俺たちの前から姿を消すとな。何それ？お前の気持ちもわかる。今まで家族として暮らしてきたんだ。簡単に割り切れるものでもないだろう。だがな、男には譲れない一線というものがある。だからお前もヨシュアの気持ちも分かって。知ってたんだ。何？ヨシュアがいつか私たちの前からいなくなっちゃうかもしれないって。父さん、知ってたんだ。すまん。父さんのバカ！
先生。シェラザード、みっともないところを見られたな。いえ。責めないのか、俺を。私もそれなりの事情があって先生のお世話になった身ですから。先生とヨシアの気持ちはどちらもわからなくはないんです。そうか、そうだったな。でも一つだけ、女の立場から言わせてもらえれば。ん？先生もヨシアもかなり最低です。そんなわけない。ヨシアがいなくなるなんて、そんなことあるわけない。おっと、嬢ちゃん、こんなところでどうしたんだ。濡れちまう前にさっさと家に帰った方がいいんじゃないか。そっか、そうよね。ヨシアがいなくなるはずない。きっと先に家に帰ってるだけ。え？ヘイスさん、ありがとう。急いで家に戻ることにするわ。なんだ？それにしても今の子、どこかで見かけたことがあるような。そうか、クーデター阻止に協力した。僕のエステル、お君と一緒にいて幸せだったけど、同時にとても苦しかった。明るい光が濃い影を作るように。君と一緒にいればいるほど、僕は自分の忌まわしい本性を思い知らされるようになったから。だから出会わなければよかったと思ったこともあった。私、ヨシアのこと傷つけてたの。出会わなければよかったって。私、あかん、あかんな。澄み切った青空、そして頬に心地よい風。そんな中で君みたいな可愛い子が元気なさそうな顔しとったらあかんよ。女神様もがっかりするで、ほんま。ああ、ちゃうで。決して怪しいもんとちゃうよ。ただ乗船した時から君のことが妙に気になってな。なんか元気ないみたいやから、俺の素敵トークで笑顔にしたろと。ま、そんな風に思ったわけや。よくわからないけど、ありがとう。まあぶっちゃけナンパしとるんやけどね。どや、暇やったら下の展望室にでも付き合わん？ドリンク注文できるみたいやから、お近づきの印におごらせてもらうわ。あの気持ちはありがたいんだけど、
あんまり気分じゃなくて。ごめんなさい。そっか。それじゃあナンパはやめて本業に切り替えた方がいいかな。迷える子羊導くのもお仕事やし。本業？ふふん、これや。それって確か七曜教会のビンゴ、聖杯の紋章や。俺はケビン・グラハム。これでも七曜教会の神父やねん。へえ、そうなんだ。って冗談でしょ。なんで、俺めっちゃ真面目な神父さんやで。三度の祈りは欠かしたことないし、聖典もほら肌身離さず持ち歩いて。ごめん、座席に忘れてきたわ。説得力ゼロなんですけど。ほんと、おかしなお兄さんね。わ、今ちょっと笑ったな。やっぱ可愛い子は笑顔でないとな。ま、そういうわけやから、よかったら神父として相談に乗るで。ナンパは抜き、空の女神に誓うわ。でも、何をどういう風に相談したら。私。え、ちょっと待ってよ。なんか知らんけど、ごめん、俺が悪かった。よしよし、いい子や。今まで我慢しとったよな。気の済むまで泣いたらええよ。みっともないところを見せちゃって。ええて、女の子に胸貸せるなんて役得や。どや、ちょっとは落ち着いたか。私エステル、エステル・ブライトっていうの。遊撃士協会に所属しているわ。エステルちゃんか。名前もめっちゃ可愛いやん。って、遊撃士協会？これでも遊撃士よ。あんなみっともない姿見たら信じられないかもしれないけど。いや、そんなことないで。よく見たらそれっぽい格好やし。やっぱ何かの武術をやってるん？防術を少しね。そういうケビンさんは本当に教会の神父さんなの？どう見てもそうは見えないんだけど。開いた。きついな。まあ、俺は巡回神父やから、ちょい毛並みが違うのは認めるわ。
巡回神父。礼拝堂のない村ってあるやろ。そういう村を定期的に訪れて礼拝や日曜学校を取り行うわけや。ま、教会の出張サービスやね。なるほど、そんな神父さんがいるんだ。まあ、礼拝堂勤めの神父と違って方位とかも適当なやつが多くてな。そんなわけで多めに見たってや。まあいいか。それじゃあケビンさんはこれからどこかの村に行くんだ。いや、実は俺リベールに来たばっかりなんや。巡回神父の手が足りんらしくて本山から派遣されてきたんやけど。あ、そうなんだ。教会の本山ってどこにあるのか知らないけど、大陸中部にあるアルテリア報告ってとこや。ま、グランセル大聖堂の大司教さんに着任報告する前にちょいと観光でもしたろ思ってな。で、こうしてブラブラしてるわけや。わく、ダメじゃない。ほんと、いい加減な神父さんね。ええねん、いずれ巡回する場所の下見や。こうして悩み事がありそうな可愛いことも巡り合えたしな。うんうん、これぞ女神のお導きやで。まったく調子いいわね。でもありがとう、泣いたらすっきりしちゃった。ダメよね、うん、ちゃんとヨシアを信じないと。あ、ヨシアって私の兄弟みたいな男の子なんだけど、いきなりいなくなっちゃったから私ちょっと驚いちゃって。いきなりいなくなったって、それって家出かなんかか。うん、違う、一足先に家に帰っただけなの。だって家族なんだもん、勝手にいなくなるわけないんだから。うん、でもほんと失敗したな。告白はタイミング悪かったかも。ヨシアに会ったらうまい具合にごまかさないと。なあエステちゃん。いや、あんな、俺さっきも言ったように観光中やから特に用事もないねん。せやからロレントって町で降りてエステルちゃんを家まで送ったるわ。ここがロレントか。こう言うたらなんやけど、発着場がある以外は田舎やね。悪かったわね、田舎で。一応言っておくけど、お、なら後で教区長さんに挨拶しに行かなあかんな。で、エステルちゃんの家ってどっちの方にあるん？それなんだけど、見送りなんて必要ないってば。町から出てすぐのところだし、これでも一応遊撃士なんだから。遠慮せんでええよ。レディーの送り迎えは男の義務や。
それに自慢の彼氏にも一度お目にかかってみたいしな。彼氏ってそんなんじゃないんだけど、まあいいわ。家に着いたらお茶くらいはご馳走してあげる。サンキュー。ほな案内したってや。
ヨシアはきっと家に戻ってるはずよ。早く家に向かいましょう。
エステル？どうしたの？まだオートにいるはずじゃ。ね、ヨシアが家にいるはずだから迎えに来たの。ヨシアを？あなたは七王教会の方ですか？ええ、そうです。ケビン・グラハム言います。何があったのかわからないけど、こんなエステルは初めて見るわ。申し訳ありませんが、彼女にしばらく付き添ってあげてください。もともとそのつもりですわ。お願いしますね、ケビンさん。ここがエステルちゃんの家か。なんちゅうか、あったかそうな雰囲気の家やね。そうでしょう。あたしと父さんとお母さん、それにヨシアとの思い出がいっぱいに詰まった場所なんだから。なるほどな。で、そのヨシア君ってのが一足先に帰ってきているわけか。間違いないわ。ついてきて、紹介するから。どんな野郎か知らんが、罪作りのやっちゃ。しゃあないな。ただいま、よっしゃ。ねえ、帰ってきてるんでしょ。いいな。ヨシは帰ってきているはずなのに。あ、父さんの書斎にいたりして。そうだ、私の部屋にいる可能性もゼロじゃないよね。やば、下着とか出しっぱなしにしてたかも。よかった、出しっぱなしにしてなくて。まあヨシアだったら私の下着なんか見たって平然としてるだろうけど。ヨシア？入るね。そっか。私彼氏、おらんみたいやな。それともあれか？一旦帰ってきてから、また町にでも出かけたとかか？ううん。やっと目、覚めたみたいやね。
本当はね、ちゃんと分かってたんだ。ヨシアは行っちゃったって。家に戻ってるはずないってちゃんと分かっていたんだよ。そっか。でもね、この部屋が最後だったから。他にヨシアの居場所なんて私には思いつかなかったから。だからここでおしまい。私はもう二度とヨシアに会えないんだ。諦めるの早ないか。所詮運命なんちゅうもんは女神にしか見えへん代物や。そんなもんに縛られた気になって諦めるのは早すぎるで。大事なんはエステルちゃんが何をどうしたいってことと、ちゃうか。でもヨシアを探そうにも何の手がかりもないし。いや、そうでもないやろ。その彼氏がどんなやつか俺は知らへんけど、何のきっかけもなしに姿を消すやつなんておらんで。え？最近彼氏の言動や態度で何かおかしなことはなかったか？もしくは彼氏に関係ありそうな奇妙な出来事が起こったりとかな。ずっと一緒にいた君にしかわからんことやで。ヨシアがおかしくなったのは、あの休憩所に戻ってから。嘘、どうして？なんで私、あの時会った人が思い出せないの？大丈夫か？めっちゃ顔色悪いで。うん、大丈夫。そっか。ヨシアの目的は、悪い魔法使いを止めること。あの時、私が会った人がその魔法使いだとするなら、それが、クーデタを影から操っていたのと同じ人物なら、悪い魔法使いは、またリベールで何かをしようと企んでいるはず。じゃあ、私が遊撃士として魔法使いの企みを阻止できたら、ひょっとしたら。よく気づいたな。父さん、知らねえ。どうしてここに？悪い、エステルちゃん。定期船を降りるとき、ギルドのオート支部に連絡させてもらったわ。え？まったく驚いちゃったわよ。あんたを探してギルドに行ったら、ちょうど連絡が入ってくるんだもの。で、慌てて先生と一緒に出発直前の貨物飛行船に乗ったわけ。まあ、そういうわけだ。ケビン神父と言ったか。連絡してくれて本当に助かった。礼を言わせてくれ。いや、とんでもない。部外者が出しゃばったりして、ほんますんませんでしたわ。あの
父さん、私ね。分かっている。深入りするなと言ったのはただの俺のエゴだ。男としての父親としての論理をお前に押し付けただけに過ぎ、そうシェラザードに叱られてな。知らねえ私も今回は全面的にあんたの味方よ。覚悟はしていたが、あいつがいなくなったことが思っていたよりも答えたらしい。だからせめてお前だけは危険な道を歩かせたくなかった。命と引き換えにお前を救ったレナのようになってほしくなかった。だがそういうふうに考えるのはお前にも母さんにも失礼だったな。今更ながら思い知らされたよ。父さん、軍を立て直すため俺はしばらく身動きが取れん。おそらく奴らの狙いはそこにもあったのだろうが、今度こそ俺はお前のことをろくに手助けもできんだろう。それでも決意は変わらないか。うん、私まだまだ未熟だけど、それしか方法はなさそうだから、だから私やってみる。見食らう蛇の陰謀を阻止して、きっとヨシアを連れ戻してみせる。そうか、ならば何も言うことはない。遊撃士として、それから一人の女として、お前はお前の道を行くといい。父さん、私そうだ、大事なことを言い忘れていた。エステル、どうか頼んだぞ。ヨシュアを、あのバカ息子を連れ戻してくれ。うん、わかった。またこの家でみんなで一緒に暮らすためにも。